はい、こちらはですね、宮古島市にございます宮古そばのお店、つばたさんでございますね。もずく麺がね特徴の宮古そばを提供しておられるお店です。はい、早速ですねこちら、つばたさん、はい、美味しいおそばをいただきましょう。レッツ、つばたさん。ぐる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 めでか。あ、はい、こちらはですね、天ざるアンダーギーセットでございます。サーターアンダーギーがね、この小ぶりのね、サーターアンダーギーがセットになってる人気のセットでございます。はい、天ざるでございますから、まあこのですね、もずくが練り込まれたおそばに、そしてこのかき揚げですね、このかき揚げにもですね、もずくが入っております。はい、こちらもですね、もずく酢でございますね。で、このお蕎麦にもずくが練り込まれてると。麺の横にもですね、もずくが添えられてるということですね。こちらのもずくはですね、このおつゆに浸していただくということでしょう。はい、お店一番人気の天ぷらの天ざるのアンダーギーセット、はい、早速いただきたいと思います。コシと弾力があってね、とても美味しいですね。おつゆがね、だしが効いて、このお蕎麦ととてもマッチします。これはね、とてもやみつきになる美味しさですね。もずくってね、とてもね、繊維質が多くてね、体にいい食品なんでね、皆さん宮古島にいらっしゃったらもずくをたくさんいただいてもらえたらと思います。じゃあ、もずく酢でございますね。このもずく酢ですね、ちょっとお酢とですね、おそらくシークワーサーのような酸味が感じられます。とてもね、爽やかでございます。このようなね、ざるそばもあるんですけども、従来よくあるですね、おつゆのね、温かいおそばもございます。マジャそばっておっしゃっておられましたね。マジャそば、はい、よくある宮古そばみたいな感じですね。マジャそばというのもあるんですけどね、こちらのお店にいらっしゃいましたら、まずは天ざるをね、いただいてもらえたらと思います。
グルデカチャンネル、ステッカーもらいました。見ます。チャンネル登録します。お願いします。はい、ですね、美味しいお蕎麦をいただいてきました。ね、つばたさんですね。はい。しりとりしたらね、負けそうですけどもね。はい。美味しいね、天ざるアンダギー蕎麦っていうんですかね。はい、いただいてきたんですけども、てっきりですね、お店入るまでは、もずくを練り込んだお蕎麦を使った、温蕎麦っていうんですかね。お汁の、温かいお汁がかかったお蕎麦だと思ったんですけどね。まあ、そういった、マジャ蕎麦っておっしゃっておられましたけどもね。そういったお蕎麦もあるんですけども、一番人気は、天ざるアンダーギー蕎麦と。あと、ぶっかけなんかもね、あるんですけどね。ぶっかけのお蕎麦に上に、かき揚げが乗ったね。それも見てたら結構美味しそうでしたけどもね。はーい。ぜひぜひね、体にいいんでね、もずくはですね。こちらの お店、ちょっとわかんないですけど、おそらくですけど、もずくの生産者が、営んでおられるお店のような感じしますね。だから、もずくみたいなね。はい。そんな感じだと思います。それと、もずく酢ですね。はい。あと、もずく。お蕎麦に添えてたもずくなんですけど、もずくは食べ放題だそうです。はい。お店にね、こちらのお店を教えてもらった近藤さんにね、食べ放題ですよって言われとったんですけどね、てっきり忘れてましたわ。はい。もずくね、たっぷりね、おかわりしていただいても、はい、大丈夫でございます。ただ、お酢、もずく酢のお酢と、お蕎麦のおつゆ、これはね、なくなったらですね、はい、別途、券売機で買うという形ですね。もずくのみがですね、おかわり自由というような感じなんでね、泉質たっぷりのね、宮古島の美味しい、もずくをですね、ご堪能いただけたらと思います。はい。この動画がね、よろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。いやー、ほんと綺麗な海ですよね。この綺麗な海にね、魅了されてね、グルデカはですね、もう15年も通ってるということでございます。この西辺名崎はね、間近で綺麗な海が見えるっていうのが特徴でしょうね。あとは東辺名崎、あ、どこ？ウミガメ？ああ、ほんまやほんまや。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ、旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。